お疲れ様。今日は寒かったね。あったかい布団でゆっくり休んでね。2020年ももう1週間経つけど、過ぎてしまえばいつもと変わらないな。え？まだお正月気分？何言ってんだよ。でもまあ、確かに君の顔を見てるとお餅を思い出すけどね。おいおい、冗談だって。そんなに怒るなよ。あんまり怒ると顔が膨れて本当にお餅みたいになっちゃうぜ。ごめんごめん。そうだよね、膨れるのは愛情だけでいいもんな。夜だから小さめです。え？これが本当の焼き餅？何言ってんの？え？いや、あの顔がお餅みたいで怒って膨れてね、本当にお餅みたいみたいなことは言ったけど、え、焼き餅？え、なんで勝手に焼いたの？いや、あの焼くとか一言も言ってないし、うん、いや、うん、あと100歩譲ってお餅焼いた焼き餅だとしても、え、別に焼き餅ではなくない？他の男の人とか他の女の人の話したわけじゃないし、え、なんでそれが焼き餅になるの？あ、あの別に怒ってるわけじゃないの、うん、あのシンプルになんでって思ったからさ、うん、いや、うんうん、大丈夫、うん、あの今後気をつけてくれれば大丈夫だから、うん。あ、そうだ、今思い出したんだけど、江戸時代とかの昔の枕って硬そうだよね。うん、教科書で見た時にそう思ったんだ。四角くて寝にくそうだなって。君もそう思う？よかった。え、今？急になんだよ。え、わかったわかった、一回だけだからな。恥ずかしいな。じゃあ行くよ。タンカンバカ野郎。はい、おしまい。いや、ダメダメ、もうダメだよ。一回だけって約束したんだから。明日もお仕事を頑張ってね。それじゃ、おやすみなさい。